さて、どうするかな。エルルーはと。公約の最中か。ああ、構わず続けてくれ。ちょっと寄ってみただけだ。はい。へえ、公約する手つきが随分と手慣れたというか、上手になった。以前はもっとぎこちない感じがしたのに。あの、何ですか？いや、随分と腕を上げたなと思ってな。え？以前と比べて手慣れた感じだ。そんな、私なんかまだまだなのに。そんなことはない。エルルーのおかげでみんな随分と助けられた。もう一人前のクスシだ。自分に自信を持っていいんじゃないか。そんなことないですよ。本当に私なんて、おばあちゃんに比べたらまだまだだし。そんな一人前のクスシなんて。エルル、それは一体。エルル、頼んでたやつはできて。どうしたオボロ、顔色が悪いな。ああ、ちょっとな、調子に乗って少し飲みすぎた。なんだ、お前が二日酔いとは珍しいな。いや、つい釈放されるままに。あの二人に釈放されるとどうもハメを。あの二人？若様、どうぞ。さすが若様、素敵な飲みっぷりです。若様、どうぞこれを。若様、もう一杯いかがですか？ああ、あの二人。おまけに記憶がぷっつり途切れるし、よほどバカ騒ぎしたみたいだ。朝になったらみんなしてすっぱだかでぶっ倒れてた。あまり深く考えない方がいいか。エルル、まだか。はい、もう少しでと、できました。できたって。そいつはさっきまでかき混ぜていた物体。これか。はい、さ、ぐっと飲んでください。なんだこれは。何って二日酔いの薬ですけど。もう少しなんとかならないのか。ちょっと苦かったですか？苦いなんてのはとっくに超越してる気がするが、とにかくもう少し飲みやすくしてくれ。飲みやすく。そうだ、それなら飲みやすいように蜂蜜を入れてみますね。アルルなんかも蜂蜜を入れると苦いお薬でも飲むんです。それでは、トロトロトロぞ。さてと。兄じゃ、どこへ行く。いや、そろそろ行かんとな。逃
げる気か。逃げるなどとは心外だな。あの、無理しなくてもいいですから。やっぱり私、一人前には程遠いみたいです。いや、そんなことは。いいんです、分かってましたから。うん、おぼろ、飲め。俺に死ねというのか。人はそう簡単に死なん。だってな、兄者が飲んでみろ。うん、情けない。それがこの国の男の言葉か。もう少し骨のある男と思っていたぞ。何を、こんなもの。おぼろ、頼むからこんな簡単な挑発に乗るな。結構な手前ろ。もしかして私の薬のせいで。平気だ平気。急に眠くなったんだろう。別にエルルの薬のせいじゃないから気にするな。眠くって、でも白目向いてます。眠るときは大抵白目を向くものだ。なんだか引きつけを起こしてるみたいなんですけど。時折痙攣するものだ。よだれだな。おぼろ、起きろ。ここはさっきまで花畑にいたと思ったんだが。少し疲れているんだろう。休んだらどうだ。そうだな、そうさせてくれ。あの、お花畑って。夢だな。さて、どうするかな。もういいかい。まだだよ。あの声はかくれんぼか。何か微笑ましいな。もういいかい。もういいよ。このうららかで陽気な天気、そして戯れる愛らしい少女たち。平和だ。知らない？なんか怪しい。もしかして知ってるんだ。ガチャ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 。見つかっちゃった。アルちゃん見っけ。あ、そろそろゆずっちが起きる時間だ。行こう。なんてとこに隠れ。
だから違う。さて、どうするかな。起きていたのか。はい、白オロ様が来てくれる時間だから。そうか、では今日は何をしようか。お話を。ん？またいろいろなお話を聞きたいです。お話か。うん、そうだな。よし、今日は星神様の物語を話してあげよう。星神様？そう、星神様になった女の子の話なんかどうかな。そうか、それではそれは昔々のこと。そう、それは昔の話。星神になった一人の少女の物語。とある集落にとても仲睦まじい男と女がいた。二人は幼い頃から身近におり、誰もがいつか一緒になるものと思い、そして二人もそう信じていた。しかし戦が二人を引き裂いた。男は兵として戦場に行かねばならなくなった。男は女に言った。自分が戻ってきたら一緒になろうと。だが戦は熾烈を極め、仲間は一人また一人と倒れてゆく。そして男も傷つき、敵陣の中で倒れてしまった。もはやここまでか、そう思い意識が途絶えかけたその時、いつにも増して星が輝いているのに気づく。星の輝きは夜道を照らし、男は最後の力を振り絞り、一歩また一歩と歩き出す。特に話しかけるようにきらめく一つの星が不思議と男を励ました。そして男はやっとの思いでふるさとへたどり着く。だがそこには女の姿はなかった。男が女のもとを離れてすぐに流行り病で亡くなっていたのだ。男は知った。女は星となったのだと。あの時導いてくれた星は愛する女が変わった姿なのだと。そして何年何十年の月日が流れ、男が旅立つ時、男は強く願った。女のもとへ行きたい、もう一度女に会いたいと。その思いに心打たれた御神は男の魂を天空へと解放した。夜空を仰ぐといい、そこには星となって夫婦となった男と女が寄り添うように輝き続けていることだろう。ゆずはもお星さまに。さて、どうするかな。